すいません、 YouTube の取材してるんですけど、はい、取材大丈夫ですか？あ、いいっすよ。映ってやばいっていう人、あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ここにいる、いないことになってるみたいな人が。あ、大丈夫です。あ、本当ですか？ありがとうございます。じゃあ失礼します。YouTube、まだ駆け出しなんですけど、スキー・スノーボードはメイン、あ、この時期はメインなんですけど、違う時期はまた違うことやってるんですけど、はい、そう、趣味ですね。まだ収益化してないんで、趣味ですね。収益化はまあ狙ってるんですけど、いけるかどうかは。条件があるんですか？そうそう、なんか1000人、あ、登録、チャンネル登録。なんか一定再生回数が。そう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 。チャンネル登録数が1000人いってて、行ったら申請するんですけど、申請してから、なんかいろいろなんやかんやあるんですよ。なんか違反してたらダメとか、なんか。そう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 。で、はい、すげえ、すげえ。すいません。ありがとうございます。じゃあ僕、なんだっけ。あ、大丈夫ですか？あ、なんか、あの、美味しそうなの持ちました、これ。多分、鳥さんが食べます。マジですか？マジですか？いや、気合いですね。あ、でも、気合する。はい、龍です。今日は、明豊に来てます。明豊は、楽器の頃来たくらいで、多分大人になってから来てないんですけど、友達がいたんで、来ました。で、今日も夕方で、なんだっけ、ゲレンデは閉店なんですけど、このクレープ屋さんに来てます。で、クレープ屋さんはまだ許可取ってないんで、後で店長さんに取材しようと思ってるんですけど、こちらに、サンサンでデートしてらっしゃる方を見つけました。取材よろしいでしょうか？今更ありませんけど。なんか、あ、これ、それは、なんですか？これは、あ、焼き芋ですか？安納芋。あ、安納芋？あ、なんか、めちゃくちゃ美味しい。食べます。あとで、そう、ありがとうございます。食べたらなんか、何年間長生きするとか、そういうやつです。15年は長く。15年は長く。じゃあ、80歳になってから来るという感じです。ありがとうございます。え、なんか、クレープ食べていらっしゃる方は、どんな感じですか？ありがとうございます。あ、それついちゃうから、はい、僕大好きなんで、ああ、いちごのやつですね。先に食べる花めちゃくちゃうまいです。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。そこまでやっていただいても、まあ、そうなるから気をつけてくださいね、はい、みたいな。それぐらい生クリーム入ってます。あれですね。なんか、あれですね、反則のクレープだと、下の方がなんか違うもの入ってたりとか。そこはそんな、ここはそんなことなくて。はい、そうですね。ああ、マジ。最高ですね。あ、イケメンだし、鼻についちゃってるし、ありがとうございます。うまいですね。うまそうですね。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。なんか、ヘボいレポートですいません。なんか、お姉さんたちもなんか食ったんですか？クレープ。まあ、いつも食ってる感じ。ここに来るたんびに来る感じですか？あ、ですか？まあ、リピートしそうですか？リピートしそうですか？本当ですか？明豊にはいつも来てらっしゃるんですよ。いつも和紙が竹です。和紙が竹、ああ、和紙がなんですね。あっちは、お兄さんたちも、あ、これ6人組の感じですか？でもすぐ仲良くなっちゃったっていう感じで。そうなんですよ。ああ、じゃあこれからも6人で。これから、行っちゃいます。え、行っちゃうんですか？これから。ナイター。はい、ナイターって言うと、あ、ダイナナイターですか？はい、僕もダイナと高須に住み着いてるんですよ。はい。ダイナはナイターあるし、お風呂もあるし、高須は検定試験があるしって感じで。あ、もう6人でダイナ行っちゃうんですか？嘘です。ダイナ行きます。ダイナ行きません。ご飯、鍋の味から行く。はぁ、あ、これからご飯で。鍋。はい。あ、鍋。かっこいいっすね。かっこいいかな。あ、鍋、鍋なんですね。わかりました。ぜひ来てください。あ、ありがとうございます。ダイナですね。ダイナ宣伝で。そうっすか。ここに URL 貼ってきます。あ、いや、はい、じゃあ、なんかありがとうございました。なんか、僕、カミカミでごめんなさい。そうですね。はい、ありがとうございました。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。ありがとうございます。食レポですね。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そこも使わせてもらいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。チャンネル登録 R の挑戦です。 R の挑戦、 R は
なんだっけ、英語のある。英語のある大文字で、挑戦はあの漢字でチャレンジ。まだ一桁ですよ、あのチャンネル登録。こからす、こからす。こからす。はい、この今の取材のおかげで、そうです。4000人は行くんじゃないですか。4000人、スキースノーボードは厳しい。スキースノーボードはなんか1万人いったら結構大物です。あ、そうなんですか。あの、エグちゃんって人は言わせっかりやってるんですけど。あ、YouTuber ですか。 YouTuber ですか。エグちゃんですか。エグちゃんチャンネルですか。エグちゃんチャンネル、あ、聞いたことあるような気がするかもしれない。でもそれだけで試乗会やってる。あ、試乗、あ、本当ですか。いたの。あ、本当です。ここ今日も終わっちゃいましたね。僕来たら終わっちゃってましたもん。明日聞いたばかり。夕方来て。あ、そうなの。そうそうそう。で迷ってなんかこの道探してで地図買って。だから、はい。まあ花ありがとうございました。好きでやってるんだけど。あのパックみたいに綺麗になって。いつもやっちゃうんですよ。いつも。